ヘビー級にも通用する超技巧派小川義成が大見得を切りながらの入場であります。象徴がド派手に入ってまいります。小川さん、行けよ。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー小川、210ポンド小川よしなり。赤コーナーエリートレスラー、頑張れ。レフリー穂永のりお。今ゴングが鳴りました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。キックを打ってまいります。顔面が歪みます。行くのか。エッフェル塔のようだ。美しい倒立、そびえ立っています。足を抱えます。足に照準を絞るのでありましょうか。ガードします。腕を回します。エルボーを入れていきます。あっとキャッチした。足攻めに転じます。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実していると見てよろしいでしょうか。そうですね、二人とも汗の出がいいですよね。これは調子のいい証拠ですよ。ああそうですか。逆に振り返してストラックへの攻撃であります。老快なテクニックを駆使してまいります。組みに行きます。ロープに振った。ローを打ってまいります。派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚い。この男のレスリングというものはまさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。顔面ハイキック、鋭いキックです。ローを打ち込みます。ロックアップ、グラウンドでの攻防に持っていきます。こうやって気持ちが前に出る姿っていうのは見ていて気持ちいいですよね。そうですよね、なんかスカッとしますよね。蹴ってまいります。組み合います。返してまいります。スタンディングを取らせます。肘を打ち込んでまいります。
のあたり決まり具合いかがですか。これはまだ入ってませんね。膝へのキックです。あっと逆に捉えた。切り返し素晴らしいですね。そうですね、一瞬も目が離せないですよね。さあ粘着質激しいこの3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。足を狙ってまいります。あっと逆に捉えた。バックを取ります。あばら折りに持っていきます。掴んだ。ブロックします。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。リング下に降ります。あっとキャッチした。バックに回ります。エビ固めで抑え込んだ。エンジン蹴り。こうやって一点を狙っていくのは効果的ですね。後々効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。あっと逆に切り返した。蹴りを見舞ってまいります。リング内に戻ります。相手を挑発してまいります。リング内に戻ります。腕をフックします。2位を突き上げます。あっと逆に捉えた。足を殺してまいります。あっとキャッチした。強烈なローだ。バックに回った。これはポイントになりそうですね。そうですね、今のは精神的なダメージが大きいです。片エビに持ち込む。ロープに逃れた。フロントキック抱えた。ブレンバスターで切り返した。これはもう精神力で打ってますね。そうですね、抱き起こす。腰に手を回した。腕折りか。引き起こす。あっと裏返